ドーグラス・ペレーラドス・サントスは、ブラジルゴイアス州出身のサッカー選手。スユペルリグ・ベシクタシュ JK 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、ホワード。ドーグラスのところは、ドグラスと表記されることもある。ゴイアス・イシー2002年、12歳の時に地元ゴイアス、州のクラブである、ゴイアス・イシーのユースに入団し、2009年に、トップチームへ昇格。 同年6月20日のブラジル全国選手権、グレミオフブパ戦でプロデビューを果たした。ゴイアスでは3シーズンにわたってプレーし、5ゴールを記録。サンパウロ FC 得点力の高さなどの潜在能力を示した銅グラスに名門サンパウロ FC が注目し、2012年2月11日に移籍。サンパウロではポジションをより前方に移し、 アタッカーとしても機能できるというポリバレントな一面を見せた。このシーズンにサンパウロはコパスダメリカーな決勝へと進出し、アルゼンチンの CA、ティグレを破り優勝。ドーグラスも大会初優勝に貢献した。サンパウロでは3シーズンプレーした。FC バルセロナ2014年8月27日、FC バルセロナへ加入することが発表された。 契約期間は5年で遺跡金は400万ユーロ、活躍次第で150万ユーロが加わる形となっている。9月24日、マラが CF 戦に先発出場し、リーガデビューを果たした。スポルティングで基本2016年8月27日、スポルティングで基本はバルセロナからドーグラスをレンタルで獲得したことを発表した。契約は1年間で、年俸などは、 バルセロナが負担する代わりに、同グラスに対しある程度の出場機会を与えるという内容の契約となっている。SL ベンフィカ2017年9月1日、SL ベンフィカに、レンタル移籍した。U-20 ブラジル代表2009年、U-20 ブラジル代表として、南米ユース選手権優勝、FIFAU-20 ワールドカップ準優勝に貢献している。 ありがとうございます。